自殺の相談です。私は大学受験までは何とかうまくやって、これ結果的にマーチに行きました。 しかし、就活で大失敗して就職浪人するも、三流中小企業にしか内定がもらえず、その会社もパワーラとブラックな労働形態で1週間で退職しました。え新卒でまた就活しても、既卒ですえ、既卒ですし、受かるかわからない公務員試験に受かる自信もありません。え23歳ですが、自殺の言葉から考えています。就活のせいで適応障害と診断されました。うつになりそうです。え中古もシリだったので1000万円以上かのを使ったの23歳無職になりました。ろきさんならどうしますかえ、生活動画もらえばいいんじゃないですか あの、適応障害の診断書があるんだったら、その診断書を持って役所の窓口に行って、働けですって言うと、あの、すぐに、ほ、あの、生活保護をもらえるんですよね。要はその、お医者さんが働けないと言ってる証拠があるんですよ。なので、お医者さんが働けないって言ってる証拠があるのに、働けって言えないので、なので、あの、生活保護をもらえるので、で、あの、住みたい場所を決めてください。えっ、ー、と、まあ、あの、東京都で、例えばじゃ渋谷区に住みたいだったら、その、渋谷区内の住所で一番安いアパートに引っ越してください。 で、渋谷区内の住所がないと渋谷区で生活保護申請できないので、なのでじゃあ渋谷区だったら渋谷区の住所で、で、生活保護申請すると、で、その、あの、えっと、渋谷区あたりだと家賃に5万円ぐらいと生活費に多分、家賃6万とかか。で、生活費5万円ぐらい永遠にもらえるんですよ。 なので、あの、ま、あじゃあ、その、目黒が好きとか赤羽が好きとかあると思うんですけど、その、ま、ああの、大阪の、なんか、あの、スイタが好きとかどうともいいんですけど、ま、あとりあえず自分の住みたい場所っていうのを、その、なんか決めて、で、その安い家賃の家っていうのをあさってください。で、そこに、あの、まあ、あの、木の幹のまま引っ越しして、で、そこで生活保護をもらうっていうプランを立てると、人生、あの、永遠に勝ち組なので、一切働かなくても金がずっと湧いてくるんですよ。日本っていい国ですよね。で、働かなくてもずっとお金もらえるんですよ。 でそのあの、パスポートのためには、そのお医者さんの働けませんっていう診断書が必要なんですけど、で、普通そのお医者さんの働けませんっていう診断書がなくて、残念ながら庶民の方々ってずっと働いてるんですよ。んで、なんかあの、60、70ぐらいまで働いても、なんか2000万円足りないらしいんですよね。なので、そのなんか20歳から50年間70まで働いて、でもなんか2000万円足りないからなんか70歳以上でも何とかしてくださいとかなるんですけど、生活保護もらうと永遠に生活が保障されるんですよ。 で、病院とかも無料なんですよね。 なので、そのなんか普通のその庶民とかって、なんか働いてる最中に怪我しましたって言ったら、それで怪我で病院にお金払わなきゃいけないし、で、その間なんかあの休みになったら、お前休んでたから給料出ねえよとかなるんですけど、生活護の人ってどんな病気になっても無料で治してもらって、永遠に金が湧いてくるっていうのがあるので、なのでそのお金もらえるっていうパスポートがすでに手に入ったっていうのは、すげえ価値があるんですよね。だコメントで9000万円の診断書って書いてありますけど、その毎月13万円とかっていうので、まあ年間150万円ぐらいもらえるものが、 ま、死ぬまでもらえるので、男性だとすると大体あの、80代後半ぐらいまでもらえるので、そうすると60年間150万円もらえるとすると、まあ、9000万円ぐらいもらえるんですよ。なので、9000万円もらえる診断書が今手元にあるって考えると、超美味しくないですかなので、住みたいところに住んでみてください。赤羽おすすめです。 25歳男です。理由はパッと考えただけでも27個思いついたんですが、特に老人しか特効をしない日本社会と自分のことしか考えていない人間しかいない日常に絶望して自殺を考えています。貯金は30万ぐらいです。親は大嫌いですが、さすがに市役所勤務の父親がかわいそうので、とてもじゃないけど市役所に生活保護の申請に行きません。どうすればいいでしょうか重たい内容ですみません。早く市の人に相談しようかと思ったんですが、少しうさんくさいので、医療さんの相談しています。僕も早く市ですよ。 えっと、まずはあの、老人しか得しないかどうかとか、その将来がどうこうっていうのは、あの、割とどうでもいい話だと思います。あの、自分が幸せかどうかと、その国が没落していくかどうかってあんまり関係ないんですよ。で、あと、あの、ソマリアとかに比べれば日本って全然平和なので、なので日本でいいと思います。で、その、生活保護の申請に行かないのは中親がかわいそうっていう理由ですけど、そうすると自殺した方が親はかわいそうだと思いますよ。 あの、じゃあ、自殺をするのと、生活保護を取るの、どっちがいいって父親に聞いて、それぐらいだったら自殺しろって言われたら自殺してください。 それも父親が正しいです。基本的にあの、人の親って、あの、自殺されるぐらいだったら、じゃあ、俺が金出すよとかってなったりするので、まあ、その生活保護を取るの嫌だったら、じゃあ金出すよってなったりするので、なので、あの、自殺の方がよっぽどお父さんに迷惑をかけるので、その、親がかわいそうというのであれば、自殺しないで生活保護の方がいいんじゃないかなと思います。ただ、あの、市役所に、それは父親が勤めてる市役所にあの申請するとさすがに気まずいと思うので、あの、とりあえず東京のどっかに、あの、なんか住み込みの仕事とかで、あの、まあ、申し込みして、パチンコ屋とかだと、割とその住み込みの仕事 っっていうのがあったりするんで,すけどで、それで申し込んで引っ越して、で、引っ越したその中、ね、あの、台東区とか江戸川区とかそういうところの区役所で生活保護を申請すればいいんじゃないかなと思います。 えー、40代男、年収400万です。死ぬ思い切りはないくせに死にたいとばかり考えてしまいます。家族は親しかしません。えー、独身ですし、損得感情なら死んだ方がマシに思えるのです。とにかく生きるのが面倒です。合理的判断もできず、今月末、締め切りの作業もまだ始められません、えー。無能自堕落な人間はどうすれば今よりまシな判断や行動ができるようになるでしょうか。仕事を辞め、生活保護格好を頑張って取るべきでしょうか。と、あの生活保護を取るべき人って、 あの、何か生きていたい理由がある人なんですよね。生きていたい理由はあるけど、働きたくないと。働きたくないから国からのお金を取ります。生活保護なんですけど、その、なんか、なんで生きてるのかわからん。死んだ方がましとかっていう状態だと、別にそのお金が湧いてきたとしても生きてたいというのがなければ、多分死にたい願望はあんま変わんないと思うんですよね。 なのであの生きる目的を作った方がいいと思うんですけどぶっちゃけ多分そのあなた自身に生きる目的がないというのはもうほぼ確定したと思うんですよ。その彼氏も彼女も奥さんも子供もいませんと。なので、まあ、実家住みで40代だし、まあ、この人生が続くだろうなっていう想定は多分合ってると思うんですよね。 その赤の他人の僕がそんなことないよ。あなたの人生はすごい幸せになるんだよとかって言っても、まあ信用できないしじゃないですか。<laughs> まああの、そういう、あの、なんかれいごを言う人もいると思うんですけど、なので、あの、他人のために生きてるといいと思うんですよね。で、あの、僕の知り合いで、あの、予感っていう、あの、仕事すると本当無能だけど、仕事以外では優秀ってやつがいるんですけど、で、そいつが、えっとね、月に10万、年に10万、なんかあの、他人にお金を払うって決めてるんですよね。 なので、あの、まあ、スパチャーでもいいんですけど、そのなんか、あの、個人が作ってるようななんか面白いアートだったりとか、じゃあそのプラモデルだったりとか、何か個人が作ってる面白いものとか、あの、キャンプファイヤーみたいなあの、クラウドファンディングとかに、毎月決めた額を払うようにしてるんですよ。なので、もその10万払うとか決めてて、なので、もう全然いいものが見つからなかったとしても、お金払うって決めてるから払うみたいな。っていうのをやって、その自分がお金を払うことで、他人を幸せにするっていうのを強制的にやってるんですよ。 違カ感自身はあの不幸な人間なので、多分あの自分自身が不幸,その幸せになるのは諦めて他人を幸せにするっていうのを選んだと思うんですけど、まあでも、叙々企業に勤めてるんで給料はあるよってことなので、なのでその自分を幸せにすることができないのであれば他人を幸せにするっていうのでお金を使うと、少なくとも世の中に幸せになる人は増えるじゃないですか。あなたは不幸なままですと。 で働いて金稼いででもあなたが払うお金で幸せになる人っていうのはちょこちょこ増えるのでなのであの総数として幸せな人が増えればいいっていう考え方に変えるといいんじゃないかなと思います。何飲んでんの？えっ、ー、とブルックリンディフェンダー IPA っていうビールを飲んでます、えー。人間の生きる意味とは何でしょうか？大きい質問ですいませんありません。 えっと、あの、個々の人間の生きる意味はないんですけど、あの、人類としての意味でいくと、あの、なぜ動物が育ったのかっていうのになっていて、で、今のところ僕の結論は動物が存在しているのは熱エネルギーの循環をさせるためっていう。あの、そもそも論、じゃあ生物ってなんで生まれたのっていうので、あの、まあ、神様がいるよねっていう人は置いといて、その、えー、っと、 あの、海の中にたまにあの、アルカリ性の温泉っていうのがあって、で、そのアルカリ性の温泉っていうところがこう、岩からブワーっと出て、で、そこのあの、岩にいろんな隙間ができて、で、その隙間の間にそのアルカリ性のものがこう、溜まってって、で、そこにあの、膜のようなものができて、電子が通過する場合があるんですよ。 要はそのずっと熱が与えられて栄養価が与えられ続けると、で、それが細胞のようなものが出来上がってしまって、で、それが結果としてタンパク質が出来上がって、で、生物のその元になるようなそのアメーバ的なものが生まれたっていうのが言われてるんですよね、今。で、そのアメーバ的なものが、じゃあそのいろんなそのタンパク質どんどん食べてどんどんアメーバ大きくなって、で、そのうちじゃあそれがあの多細胞生物という、要は単細胞生物から多細胞生物になりましたと。で要はあの単細胞って、その 何かの障害があると、まあ、すぐに全滅、絶滅しちゃうので、多細胞になることで、その多様性を持って生物として、そのあの、まあ、あの、いろんなところに侵食できるようになりますよと。で、そのある生物は、その、じゃあ、あの、温度が低いところでもいけるようになるし、ある生物は温度が高いところで見いけるようになるし、そのうちは魚になりましたとか、で、そのうち、じゃあ、あれ、ひょっとしたらこれ、俺、地上出た方がいいんじゃねって言うで、両生類になりましたとかっていう感じで、その、 与えエネルギーが与えられ続けると、で、それをそのエネルギーって、あの、ま、地球って基本的に太陽からずっとエネルギー与えられ続けてるんですけど、その与えられ続けたエネルギーっていうのを、その植物だったり動物という形だったり、その炭素っていう形にして固定化して、地球自体が熱くなりすぎないようにしてるっていう状態で生物がどんどん増えてたんですよ。 いやその植物だけだと、まあ、あの、炭素を固定、その要は炭素がどんどん増えちゃって、で、炭素を固定化することだけないので、その動物が出て、そのどんどん炭素を作りますと。で、その北極とか南極みたいなところにもガンガン生き物が行くことによって、熱の循環がされて、エネルギーがどんどんいろんなところにも広がりますと。で、そのなんかあの、じゃあその南極とかでもペンギンみたいなのが生まれて、で、そのペンギンが死んで、で、その南極の氷の中でペンギンが死んだ場合って、そのペンギンの炭素っていうのはそこで固定化されるんですよ。っていう感じで、どんどんゅあの、 太陽からエネルギーが来るにもかかわらず、そのエネルギーっていうのをどんどん消費してって、地球全体がそのエネルギー高すぎるという状態にならないようにするっていうのが、その、まあ、地球の意志、外野の意志でやっているっていう説もあるんですけど、まあ、結果的にそうなっちゃったと。で、その中に、その生き物として、あの、猿という生き物ができて、で、その猿という生き物が弱いんだけど、木の上で暮らすということで、手先がめちゃめちゃ器用になったんですよ。 で、手先がめちゃめちゃ器用だから、道具を使うというのが可能になったんですよ。で、道具を使うことで、例えばそのアリの巣とかにあの棒を突っ込んで、その引っかかったアリを食べるとかだったりとかっていうので、で、そのうち火を使うとかいうのをうまくやることによって、通常だったら勝てない動物に勝てるようなパターンが出てきたんですよ。そのライオンとかには絶対普通勝てないんだけど、なんかあの燃えた火を使うとライオンが襲ってこないと。 なので、にいいててたたらら動物に攻められないじゃんみたいのがあってでその手先が器用っていうのを持って火を使った後にじゃあ槍を作りますみたいなので,でその後にじゃあ斧を作りますみたいなのでどんどん手先が賢く使うことで頭が良くなって道具を使う生物っていうのが生まれましたと。で、それがまあバッと,と今飛ばしますけど10万年ぐらい飛ばしてで人間になりましたっていうのがあるのでなのであの人類としてはその熱保存が目的なんですけどじゃあその一人一人っていうのが何で生きてんのっていうと別に楽しく暮らせばいいんじゃねって思ってます。 だいぶ走りました。